しかし、どうしても川を渡らなければならない時がやってきます。一本のワイヤーロープが峡谷の対岸へと渡されていました。これが橋の代わりです。今度は馬を渡す番です。普段は先導役を務める勇敢な馬ですが、断崖絶壁を前に足が動きません。昔から川を渡ることがキャラバンにとって最も危険な作業でした。これは1920年代に撮影された川渡りの様子です。ワイヤーロープに乗って渡れないときは、羊の皮に空気を吹き入れ、泳いで渡りました。今回は全員無事に川を渡ることが